これすげえトルクの出方もすっげえ素直。これ本当になんかエンジンを感じれるね。そうですね、音もそうだしさ。このフェンダーです。はい、赤ですね。わこれ好きな人に届いてほしいね。はい、うん、もうぜひちょっと気になってる方は見に来ていただけたらなと思ってます。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ911ターボ1995年4万8000キロこちらの車両になります。あのいつも2000年のでそうなんですよ。あのちょっと今一瞬パニックになりました、はい、ついにやってまいりました。やりました、はい、ちょっとずっと紹介したいやつです。つい最近の車両紹介でも、はい、あの同じようなこと言ってますけど、これ紹介は無理です最近ゲテモノが続いてますね。そうですね、はい、もう今あの自動運転とか EV とか、はい、ついにメルセデスも今月からレベル3の自動運転がサービス開始ということで、はい、見ました。ニュース見ました、はいはい、そこからのこの逆行するようなこちらの紹介ということで、はい、まあ、車はもう言わずと知れた993型、はい、最後の空冷ということで。そうです、まあ、そこだけでも結構こうインパクトあるじゃないですか、はい、その上で今回はちょっとだいぶいじってある車。そうです、多分もう多分見ていらっしゃる方は我々に目が行かず多分この辺りに目が行っちゃうと思うんですけど。そうですね、はい、っていう感じだと思いますただちょっとあの世代的に僕が免許取った時に、まあ、メインで新車で走ってた車っては996なんですよ。はい、この後ですね、はい、で池田君が997ぐらいですか。997ぐらいです、はい、なんでもうちょっと世代ももちろんもう僕より全然前ですし、はい、おそらく見てくださってる諸先輩方の方がもう100倍詳しいと思うんで、はいはい、まあ、あくまでその次の世代、はい、私たちから見たちょっとまあ感想だったりだとか、はい、リアクション動画メインになると思うんですけど、うん、やっぱり今ってちょうどこう転換期じゃないですか。そうです、はい、さっきのレベル3の話じゃないですけど、うん、もうこの辺がまあ触ったりできるのも、まあ、あとわずかなのかなという、はい、もう本当今回も本当タイミングよくこういう車を仕入れることができて、でやっぱり今価値がすごく見直されてる、やっぱりこういうネオクラシックな車っていうのも多くなってきているので、ちょっとまあ、弊社でもぜひともっていうところで今回ちょっと仕入れさせていただきました。はい、でもちろんあの諸先輩方刺さる年代だと思うんですけども、はい、僕らあの40代30代であってもすごく魅力的な、はい、うん、もう特に最初朝ちょっと試運転でエンジンかけたりしましたけど、もうゾクゾクするようなこのエキゾーストサウンドと、はい、あと池田君レビュー枠ちょっと乗り心地も、はい、乗り味も、はい、今の車とちょっと次元が違うということなんで、まあ、ちょっとその辺を重点的にお伝えしたいかなと、はい、でちょっとまずちょっと一旦、改造してあるところを置いといて、はい、993ちょっと僕全然全く知識なかったんで、はい、まあ、振り返っていきたいところなんですけど、あの車のデザイン的にも中身的にも964から、はい、まあ、踏襲しつつもかなりガラッと変えてきたということで。そうなんです、私も調べてびっくりしました。エクステリアも、はい、あの全然こうここを境にガラッと変わってきてるんです。そうですね、はい、でそれをデザインした人がハーム・ラガイっていう、はい、これ予習しました。しました、はい、これがなんかあの924要はフロントエンジンの FR のポルシェとか、はい、あと Z1 をデザインした方で、その後がびっくりしたんですけど994のフェイスリフトとか、あとヒット作968のボクスター、はい、あと993ももちろんこれもそうなんですけど996とか、あとその時代のスーパーカー、彼ら GT もデザインした人が担当していると、うん、はい、でここから新しいデザインがこうスタートした、うん、まあ、いわばもう節目のそうです、ね、まあ、車であり、はい、まあ、そういう車を数々手掛けたデザイナーがデザインした車と、はい、だ結構あのこれより前と印象違いますよね、うん、違います。好き嫌いが正直なところ好き嫌い分かれる多分モデルにはなってしまうと思うんですけども、はい、で僕的にも996からの世代なんで、はい、結構993ってちょっとあの964みたいなすごいこうクラシックな感じと現代につながるちょっと中間の立ち位置だなと思ってたんですけど、はい、今この40歳になって改めて見てめちゃくちゃかっこいいな。めっちゃかっこいいですよね。でこのフェンダーがまず、はい、あの964からだいぶこう低くなったという、はい、そうですね、はい、こうもこってしたフェンダーから随分こう平らになったね、うん、厳密に言うと確かボンネットが964よりも40ミリ高くなってるので、それも、はい、あると思います。でこの辺の起伏がちょっと緩やかになって、はい、その代わりヘッドライトがだいぶこう傾斜して、そうです、はい、その前ってこう結構空冷ってこう立ってるイメージだったんですよ。これがだからまさに現代のこのポルシェにつながってますつながってきてますね、はい、ただ中身とかよく見るとこうプロジェクター、これ HID ですか。これ HID です、はい、
だったりとか、HID も最近ないですからね。そうですね。で結構明るさが確保できないっていうんで、うん、結構この時代、はい、いろいろプロジェクターがいいのかマルチビームがいいのかっていろいろありましたけど、この辺のヘッドライトもめっちゃかっこよくないですか。そうですね、かっこいいですね。今改めて見ると、うん、その下のハイビームに行ったってハルクですから、ね、はい、もう最高すぎます。本当にもう今では LED が当たり前の時代なので。そして今回のこのボディカラー、これオリジナルのペイントってことでいいんですかね。オリジナルとは聞いてるんですけど、ちょっとごめんなさい、色がはっきりと 何の色なのかっていうところでちょっと資料がなかなかデータ出てこなかったんですけども、ただ色替えの車ではないとは聞いてます。はい、はい、おそらく履歴を見る限り色替えではないかと。はい、はい、そしてメインのカスタマイズの部分としてはなんと GT2 ルックということで、はい、もうここが一押しです。世代じゃないんでリアルタイムの当時を詳しく知らないんですけど、はい、結構この当時の993 GT2 ルックが多かったってことで、はい、結構中古車市場だもう、うん、その個体がその仕様になってる個体が結構多いみたい。そうですね、まあ、今でこそやっぱりGT2 ってまだ GT2RS というあると思うんですけども、当時その GT2 ってこの、まあ、フェンダーを要はつけたりとか後付けパーツでそのスタイルルックにできたので結構そういうのが流行ったのかなと思います。今多分そういうのがなかなかしづらいと思うので。ですよね、はい、でオリジナルものに関してはなんと57台しかないという。そうです、完全個体の GT2 は57台。 まずだから存在しない車ということで、はい、結構仕様にする車が多くて、はい、ただボディサイズがなんか調べたらもう993のナローの場合5ナンバー枠に収まる。そうです、はい、サイズということで、もともと車が非常にコンパクトなんですけど、これフェンダーフレアつけると全然違いますね。もう全然ガラッと変わりますね。このスタイリング、はい、めっちゃかっこいいなと思って。もう血を這うようなスタイリングです。本当にそんな感じ。そしてこのオーバーフェンダーもそうだし、バッパー、はい、この辺なんかもそのルックのものに、はい、もちろんこれ純正じゃないわけですよね。フロントスポイラーはちょっともうやっぱり塗装もされててわからないんですけども、おそらく形状的にもカレラ RS とか GT2 もこの形状なので、もしかしたら純正品がついてる可能性もなきにしもあらずですけども、ちょっとはっきりとは、はい、我々ではちょっと判別そう判別がちょっと難しい、はい、大変申し訳ないんですけど、はい、この手の車この辺の年式になってくるとやっぱりちょっとこの詳細が完璧に把握できてる、うんのでちょっとなかなか難しいと思うんですよね。難しいですね、はい、なんでちょっとまあ現状だったりとか、はい、まあ検討されている方も要確認の部分になるかと思うんですけども、はい、こんな感じの仕様になっていると。そして本物のフェンダーはなんかプラスチック製なんですか。プラスチックです、はい、でこちらの場合はファイバー製のこの表から止めた水止めのフェンダーがいいじゃないですか、はい、そうなんですよ、これがかっこいいですよね。でこれを今やろうと思うと、はい、なんてことしてくれてるんだってそうですそうです、はい、なっちゃいますけど、はい、まあ、当時その製作した車なん で、はい、でこれがセールスポイントでもあるんですよね。そうです、はい、まあ、基本的にまあやっぱオリジナルの今993のターボの個体探そうと思うと本当に想像以上 の結構高額での相場になっているので、逆にちょっとまあこういったフェンダーとかにオーバーフェンダー加工しているという部分で通常のオリジナルの個体よりは多少求めやすいのかなというところがまあちょっとセールスポイントでもあり、はい、そしてそこに収まるホイールがこちらも、まあ、もちろん本物ではないですけどと思います、はいはい、まあ、スペーサーの入った GT2 ルックのホイールということで、はい、これも良くないですか。いや全然いいと思います。このスペーサーでですけど、はい、いい感じのデザインになってるので、はい、このクラシックなデザイン、そうですね、むちゃくちゃかっこいいなと。かっこいいですよね。そして組み合わせてるタイヤは、横浜の S ドライブ、はい、本当にちょっとストリートな感じですよね、うん、はい、そうですね、まあ、仕様なんで当たり前なんですけど、まあ、日常、まあ、街乗りで使っていただける感じ、はい、まあ、サイズ的には 225-4018 でタイヤのコンディションも割といいんで、はい、まあ、まあそのまま乗っていただけるかと、はい、そしてベースがターボということで、キャリパーもレッドキャリパーになってたり、はい、こんな感じのエクステリア。そしてあとはもう全体的なこのシルエット、はい、これはちょうど今後ろに992ありますけど、はい、ちょっとここの流れも引き継ぎつつ、うん、このコンパクトさと、そうですね、特にウィンドウサイドから見たウィンドウとかそのあたりっていうのはまだ964、1個前の964のまだ面影も残ってると思うので。そうなんですね、そこがうまいことこう964の面影を残しつつ、はい、まあ、前回りがこう一新されてたりとか。そうですね、これものすごく本当にいいな、うん、そうなんですよ、この細いピラーとそうですね、ちょっとあんまり細すぎてこうちょっと不安になっちゃうところもありますけど、はい、このスタイリングってもう現代じゃもう絶対無理じゃないですか。絶対無理だと思います。ここはちょっとコレクターズカーとしてもすごくいいところ、はい、
あとリアのフェンダー、はい、ターボ自体が、ナロー比60ミリぐらいワイドになってる、はい、そうですね、60ミリワイドです。今回このオーバーフェンダーで、はい、さらにワイドになってるということです、はい、このスタイリングもいいですね。すごいですよね。そして後ろも、後ろ結構深リムっすね。はい、まあ、多分リムももちろん、変えてるとは思うんですけども、当時、まあ、GT2 の、ホイールもうデザイン的にはこう見た目って同じような感じなんですけども、それに寄せてきてるというか、そういった形では多分加工されてますね。でスペースはどんくらいでしょう。20mm、リアはそうですね、入ってますかね、はいはい、結構出してあるんですけど、まあ、フィッティング的にはバッチ、はい、そしてリアが295-3018ということで、はい、これじゃ あのスペーサーなしでホイール作ったりとか、まあ、当時もののやつなんか入れたらもっと太いのが履けるってことなんですかね。だと思います。ただまあ当時の多分本当に GT2 が履いてたのは多分もちろんスペーサーないと思うので、まあ、そのホイールはやっぱり探しても出てこないとは思うんですけど、まあ、なんせ車が57台しかないです世界に57台しかないですから、はい、逆にボンドで、まあ、弊社の方だと逆にもうここまでフェンダーとかももう加工して取り付けされて GT2 ルックになってるんですけども、ここからさらにじゃあまあ逆にアメタンちょっと履いてみるとか、そういうのも逆に今面白いと思います。まあ、この辺の、まあ、オリジナルだったりオリジナルっぽいホイールに関しては、うん、まあ、保管しておいてもらって、そうですね、はいはい、まあ、普段履き用として、はい、ホイールを作ってもすごくいいのかなと、うん、はい、であとメカニズム的なところでいくと当然ターボここから四駆が始まってるんですよね、はい、そうです、ここから四駆になりました。いろいろこうもうギリギリまで、まあ、待って待ってなんですけど、もうついにこう駆動方式による、はい、そのトラクション、はい、もうここが限界ということでここからターボが4駆になった、はい、ただ資料見たらなんかフロント通常時 5% ぐらいしか売ってないということで、はい、駆動はもう 5% ぐらいのトルク配分ですね。ほぼ RR のなんか駆動を生かした4駆のシステムなんですね、はい、です、はい、であとはリアが、足回りが一新されててこの方からすごく乗り心地が良くなってる、はい、ただ現代の車と比べる乗り心地いいっていうとだいぶ語弊があると思いますけど、まあ、964、うん、はい、と比較するとかなり足回りの動きもすごく良くなっている、うん、で今回なんと試乗も取るということで、ぜひ、はい、もうこんな機会ないと思うので、はい、ちょっとこの辺乗ってみたいと思います。ただ、はい、ポルシェの元々のそのコンセプトというか車の作りとしてやっぱりその長距離長時間乗れるっていうことがやっぱりタイムにつながるんで、はい、また乗り心地がいいっていうのはやっぱりそのポルシェ速く走るっていうところとすごくつながるところみたいですね、はい、なんでその辺が一新されてる、はい、ただあと車内のスペース的なものもあると思うので、はい、まあ、この辺もちょっと見てみたいと思います。だってもう後ろが最高すぎません？やばいですよね。この見た目でまあ、どんな乗り心地するんだって、多分私も初めて見た時はもうものすごくこうピーキーで跳ねたりとかするのかなって印象あったんですけども、実はそんなことないのでそれは後ほどお届けできたらと思います。じゃあもうその想像通りというか想像ある意味でも想像の逆をいくこのどっしりとしたお尻周りの、はい、このデザイン、はい、ただもうスタイリングが超レーシーでかっこいいので、このリアルタイムで見てきてないのにすごくゾクゾクするこのシルエットって最高すぎませんか、はいはい、そしてこちら後ろに回っていくとこのウィングなんかも、はい、まあ、ごそっと、はい、GT2 仕様になってくるので、はい、で元々のターボのこのエンジンフードというかこのグリル、はい、これプラスチック製なんですか？そうなんですよ、はい、でなんか純正が結構ぐにゃぐにゃに歪んでるとか、そう、熱がどうしてもこれターボ後ほどちょっと紹介するんですけども、インタークーラーがフードギリギリまで、これちょっと社外品に今インタークーラー変わってるんですけども、純正でもインタークーラーって結構ぎっちりなのでもう熱外で結局プラスチックが歪んじゃうっていうのはよくあったみたいです。なんかもう整備性とかそういうのを、まあ、無視はしてないんでしょうけどそうですね、もうだいぶこう、はい、圧迫するぐらいのレイアウト、はい、だからいかにこう、はい、当時、うん、もうほぼ水冷だったなんか空冷でこう無理やりっていう言い方がわかんないですけど、はい、どうにかこうにか出してきた、はい、まあ、いろいろこう通じて合わせてる部分もありつつの、はい、この辺のレイアウトもちょっと後で見てみたい。あとはテールランプが、はい、おなじみのつながった、はい、そうです、これ現行 の4駆モデルのつながったテールランプにも通じるところがあるんですけど、はい、全部この赤と統一された、はい、だ当時結構このスタイルって珍しいんじゃないですか。そうですね、はい、ウインカーはオレンジでとか、はい、まあ、クリアの部分があったりとかっていう感じだと思うんですけど、うん、テールランプとかガーニッシュが、はい、まあ、バック以外全部赤くつながった、はい、そして前回992の時にだいぶ上がりましたねなんて言ってました、はいはいはい、これはまだこう、そうなんです、そんなに上がってない、低い時ですよね、はい、いいっすよね、はい、もう今放棄の問題であんまり低いテールランプっていうのができないじゃないですか、はい、だもうこれはこれ以外ないし、うん、ここから先このスタイルっていうのはできないんで、はい、まあ、非常に魅力的な部分が、そうですね、で当然リアのこのバンパーも GT2 仕様になってて、はい、マフラーも、はい、
ここはちょっと正直に言いましょう、はい、オリジナルがどこかわからない、どれか。そうなんです、オリジナルがどの形だったのか結構、まあ、台数少ない中でいろいろこう調べてると出てくる個体の写真見てもマフラーがもう様々なんですよね。そうなんですよね、はい、この辺詳しい方いたらぜひ教えていただけると。そうですね、はい、結構その4本出しのものと1本1本のものがあったり、はい、そうですね。で今回の車は車外のマフラー、はい、ワンオフでの製作のマフラーになります。でこのマフラーカッターが、まあ、一体溶接で付けてありますけど、はい、この4本出しのになっていると。で気になる下回りはちょっとマフラーが見えて、これタービンも丸見えじゃないですか。そうなんですよ、はい、最高すぎません。すごいですよね。だとこの辺探してる方はおそらく気になるところとして、はい、コンディションだと思うんですけど、はい、下も結構綺麗なんですよね。そうです、ボディとかエンジンのコンディションは割といい方だと思います。ただ正直言っちゃうと多少 そのエンジンオイルにじみとかは見られるんですけども、すぐにどうこうっていうのではなく、やっぱこの辺は正直964もそうなんですけども、定番の 3.6 のエンジンは結構定番だったみたいなので、まあ、その辺は実際にもし検討される方は実車を見ていただけたらなと思ってます、はい。まあ、当然ボンドでカスタマイズさせていただくってお車じゃないので、はい、まあ、一応その現状を確認して、はい、大丈夫そうな個体であるってことで今回ご案内なんですけど、はい、まあ、この辺の空冷ってなんかこう下回り、僕の勝手なイメージですよ、はい、もうオイルでもぐっちゃぐちゃになってるイメージなんですけどそうです、はい、今回の車そこまでは上がってないです。非常に下回りも綺麗ということで、はい、ただ購入した後全くこうローメンテで今時の車みたいに乗れるかっていうと、まあ、当然そうじゃないと思うので、はい、まあ、本当に多くの方にお勧めできるかっていうと、はい、まあ、そうじゃないですよね。そうですね、はい、本当に好きな方とかご理解ある方に見ていただいて、はい、ぜひ乗っていただいて、そして僕ら世代も、うん、響く方絶対いらっしゃると思うので、はい、ぜひこれこの後もちょっと試乗も見ていただきたいと思います、はい。じゃあ続いて内装を見ていきたいと思います、はい、これ最高すぎません、はい、964からもう多分大きくは変わってないですよね、はい、ただこの握る、はい、今ないじゃないですか。ないですね。ないどころか992に関してはもう消滅しちゃったじゃないですか、はい、それをこの握る、はい、カチャッ、これやっぱりドアってこれだなっていう、はい、そしてこの開け閉めの音、はいはい、伝わりますでしょうか。これ最高じゃないですか、はい。そしてドアは正直現代の車みたいなすごくこうなんですか、剛性感のある感じじゃないですけど、はい、なんかちょっと古めのメルセデスみたいな金庫みたいな、はい、ね、パシャっていうしっかりした感じは十分あるかな。そしてインテリアに関しては、当然 GT2 仕様になってないんで、はい、まあ、非常に快適なものが残ってます、はいはい、ターボのオリジナルの状態に近いですね。で割とタイトな、はい、なんか当時ポルシェを着るポルシェを身にまとう、はい、的な表現をされたこのタイトなインテリアに関してはここまでなんですよ、ね。あ、なるほど、はい、なんか996からもう内装のそのスペース的なものだったり快適装備なんかもだいぶアップして、はい、まあ、ちょっとガラッと雰囲気が変わってくるってと思うんですけど、はい、内装も良くないですか。いや、いいですよね。クラシカルな内装と、はい、この水平基調のダッシュボードと、はい、そしてステアリングはこのエアバッグ付きの、はい、ただオーディオは変えたいですね。変えたいですね、まあ、当時のあれなんでしょうがないですけど、はい、で今なんかポルシェの純正のオプション化メニューで、はい、クラシックなデザインのオーディオがあるんですよね。あります、はい、出てます。ナビ付きもワンディンサイズぐらいで、そうです、ちっちゃい画面で、そうですよね、そうですよね、はい、出てるんですよ、ナビとかで。カープレイなんかも使える、はい、そういうものをつけていただくと、まあ、インテリアのイメージも崩さず、うん、はい、当時の雰囲気も楽しみながら快適そうな。そうですね。あと装備的なものに関してはもうこれ説明不要かと思います、はい、はい、まあ電動パワーシートとかはもちろんありますけども、はいはい、まあ、現代の快適装備は一切ない、はい、ただ改めて見るとその5連のメーターだったりだとかキー刺すところが必ず外側だったりだとか、はい、っていうのはもう現代にも通じる、はい、変わらずですね、通じるところはあるかと。で今回のもう一点セールスポイントとしてはなんとマニュアルということです、はい、これ個体的にどうなんですか。やっぱり993でもマニュアルって少なめなんですか。少ないと思う、まあ、少ない993でも、まあ、ターボとかだとマニュアルの個体って未だにやっぱ出るんですけども、やっぱティプトロが出てきて彼らとかそのあたりはもう今ティプトロの方が多いので、逆にマニュアル探すのって結構大変だと思います。なるほど、はい、そして964からの進化として5速から6速になって6速です、はい。なのでこの辺もまあ楽しんでいただける部分になるかなと、はい、で気になるちょっと乗った感じとかっていうのはちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい。さあここからはリアクション動画でお届けいたします。ちょっと乗ってみたいと思います、はい。これなんかペダルもなんか床から生えてるってことで。そうなんですよ、もう見ることないんじゃないですか、あんまりないと思うので。最近このレイアウトないっすよね。964からもう変わってますよね、吊り下げ式に。964
964。あ、964じゃないです、ごめんなさい、996。あ、はい、なるほど。じゃあやっぱりここからガラッと変わった、まあ、もちろんその水冷化のところにやっぱり目が行きがちなんですけど、はい、もう車の作りもガラッと変わってるということ、ね、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、これサイドシルフット、意外とそうなんですよ、ピラーは細いのにサイドシルフは意外と、なるほど、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、ちっちゃい、ちっちゃいです、ちっちゃい、乗りやすい。そしてちょっとあの乗り心地動向の前によろしいでしょうか、はい、あの車内が旧車の匂いですそうですね、なんだろう、これ独特な、なんかこうポルシェ独特なのかどうかわかんないですけど、うん、ちょっとこの旧車の匂いするんですよね、はい、あのベンツとか BM とかも、まあ、そうです、そうです、はい、ちょっとこの年式の車独特の匂いする感じがします、はい、そしてドアを見ていくと、ドアもこのメカメカしい感じと、はい、ペラペラな感じ、はい、この厚みもそうだし、はい、これいいっすね、はい、この辺がもう僕ちょっと救急さん全く触ったこと、あ、ごめんなさい、僕救急さん全く触ったことないんで、はい、ちょっと初体験なんですけど、ちょっとこの辺のクラシックなデザイン、はい、レイアウト、はい、最高すぎやしませんか。いや、いいですよね。そして窓もこれ、ここは開かないんですね。そうです、そこ開かないです、この後ろだけなんですね、はい、で一応ミラーの、はい、調整ですね、はい、ただ格納は当然ついてないと。ついてないです、はい、そしてあのパワーウィンドウもどっちがどっちかはあの覚えろとあの手前側が運転席側で、なるほど、はい、その右が助手席側になります。少しやっぱり運転席側がこう使用感というか、はいはい、出て、そしてツイッターがついてて、そしてえスピーカーこんなに豪華なの。いや、スピーカー多分これ車外ですね。あ、そうなんだ、はい、ここもこっちも、はい、ちょっとこの辺はあの検討された方は要原車確認ということで、はい、こんな感じのドアだと。そしてシートはあのめっちゃ柔らかい。シートそうなんですよ、柔らかくてびっくりしました。めちゃくちゃソフト。そしてこれ前後、え、どうするこれ、はい、あの、はい、パワーシートなんで、はい、これでこう、あ、なるほど、前後高さと背もたれがこっちですね。はい、意外や意外、フルパワー、はいはい、全部あのフルパワーじゃないと思いました、はい、スライドだけはしようかと思いきやちゃんとでフル全部ですね。なるほど。そして問題なく動作もするということで、はい、ただメモリーとかは当然この年式ですからついてないということですよね、はい、でポジション的にはあの意外に高く見えるんですけど沈み込みがすっごくあるんで、はい、低い、はい、そしてあの沈み込むんで本当にあのセミバケかっていうぐらいホールドいいですね、はい、お尻もだから沈み込むんで本当にこうサイドサポートこう座ってないと高さ全然ないんだけど、うん、座るとこう、はい、これがあのオリジナルでこうなのかまあ年式相応で柔らかくなってこうなのかはちょっと分かんないですけど、はい、めっちゃ座り心地いい、うん、そして背中も同様に。そうですね、はい、で当然、まあ、年式相応のちょっと使用感ありますけど全然コンディションは悪くないんじゃないかな。これが本当のその57台しかなかった GT2 だとレザーのフルバケなので。なるほど、はい、ちょっとタイトすぎて乗れないのもちょっとあります。はい、そうですね。そして先ほど触れたステアリングはちょっとなんかあのイメージですよ、はい、車に対して少し大きい感じがします。あ、まあそうですね、はい、結構ハンドル変えてる車も多いんですよねこの年式だと。もうそうです、はい。でこちらは元々のオリジナルのステアリング、はい、あとこのどでかいエアバッグと4本スポーク、はい、うん、これがなんかすっごくいい味出してる。懐かしいですよね。そしてフラット、はい、そうなんです。これもなんか触るだけで幸せになってます、はい、そしてこう後ろ最近ないね、このないですね、あんまりこのことが、はい、一周このステアリングで、ステアリングの調整はないの。なかった気がします、キキさん、はい、S2000 じゃんはい、私も確かこの間探したんですけどなかったけど、ね、あ、そうなんだ、はい、でもなんかその一部だとやっぱりそのチルトとかテレスコつけると、はい、フィーリングが悪くなるっていうんで、まあ、S2000 なんかなかったりするんですけど、もしかしたらそれと通じるところがあるのかな、はい、なんでまあシートと合わせていただく感じなのかな。あと僕ちょっと一点気になったのはステアリングセンターっていうかその車軸のこのセンター、はい、シャフトのセンターがだいぶずれてる印象を受けました。あ、そうなんですよ、はい、やっぱりちょっと中央に寄ってますね。あ、そうそうそう、はい、座ったポジションの中心この辺かなっていう、はい、だ本当に3センチぐらいこっちに向いてる感じが、うん、当時のこの90年代メルセデスとかもそうなんですよ。あ、そうなんだ、はい、こんな感じの。そしてメーターは、まあ、伝統の5連なんですけど今でいう5連と全く違う、はい、あの両サイドはもうステアリングのこのかぶっちゃって見えない、はい、うん、でもう調整もできないからまあ少し覗く感じ、はい、ただ重要なものではなくてこの油温とかこっちの一番右は時計です、はい、そうだよね、あのそのぐらい知識がないんで、ね、
サブ的なものになるんで、まあ、メインの3連がこうちょうどステアリングのこの窓に収まる感じ、はい、だとダッシュボードのこの短さと短いですね。これいいね。多分現代の車の半分以下じゃないですか、多分幅というか。そうだよね、奥行きは、はい、本当に奥行き一番あるところに20センチぐらいしかない感じです、はい、そして下側にこのエアコン引き出しと、これが9個開けるレバーということ で、はい、ちょっと開けてみていいですか。はい、これが可愛い、ひょこっと全く引き応えがないです。そうです、はい、ここがこんなのが9個ですね、はいはい、あ、ベロもちゃんとついてる。ベロもついてるんですよ、はい、はい、な感じです。いいな、はい、そしてこの辺がライトのスイッチとキーの、はい、ここ変わんないね、本当に、ね、変わんないですね。こんな感じになっております。そしてあとこの辺はディスプレイの操作、ディスプレイですね、はい、ファンクションキーがついてるんで、おそらくそうだなと、はい、こんな感じになっております。そしてあとは先ほどちょっと触れたペダル、はい、クラッチがあのびっくりするぐらい重たい、はい、あ、重い、まあそうですね、現代からそう、今時の車から言ったら、ね、本当にあの強化クラッチですかっていうぐらい重い。これちょっと渋滞乗れないんじゃないかな。そうですね、まあ、一番はあと踏み心地が吊り下げしきてないので、ちょっと全然感覚違いますよね。今時のペダルのフィーリングと全く違う、はい、本当に床から生えてるやつをこうグッて踏み込んで、そうですね、でブレーキも同様ですね、はい、僕初めてなんで少し戸惑っております、はいはい、そしてペダルも全体的にちょっと中央に向いてる。そうですね、ただそんなに超タイトではない、うん、はい、あのイギリス車よりはまあ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 、はい、ただすごく広くもないんで、まあ、ちょっとこの辺慣れが必要かなって感じがします。そして真ん中の方に行くと先ほど触れたオーディオとエアコン周り、エアコン もう当然全てアナログ、はいはい、でこんな感じの、最高すぎません、はい、全く一般にはお勧めできないんですけど、はいはい、もう好きな方にはたまらないんじゃない。そしてこちらコンソールに関してはハザードだったりロックだったりが集中ロックがついてて、はい、ブーストコントローラーが、そうなんですよ、車外なんですけどブーストコントローラーがついてます。ハイローで、はい、最近ブーストコントローラーブーコン効かないですね。もう効かないですよね。なんかそうですね、最初90年代そうですけど2000年前半ぐらいまでってブーコンついてくる車ってあったと思うんですけど、もう最近は全然効かないです、ね。まあ、制御がすごく緻密になっちゃったんで、はい、あんまりこう任意にできないんですけど、この辺の年始だったらこの辺が大活躍するから、はい、でこの辺の動きもちょっと市場で乗ってみたいと思います、はい、あとシフト意外にちょっと初めて見たんで、はい、あれこんな感じなんだと思いました、うんうんうん、これノブが別でついてるんじゃなくて、はい、こっちから生えてる感じ。 そしてちょっと先ほども触れましたけど964から6速になったということで、こうでバックがもう1回真下ここに入ってて、はい、ただシフトフィールめっちゃいい。意外とでも多分現行とか最近のポルシェではもうかなりショートストロークでカチカチって入るのに比べるとグニャってしてるなと思うんですけど、ストロークはすごくあります、はい、前後もそうだしサイドもストローク量はすごくあるんですけど、すっごいしっかりしてる。そうですね、はい、ちゃんとだからも真ん中に戻したときに剛性がすっごくある。そうなんですよ、ちょっとこの辺も乗ってみたいと思います、はい、そしてサイドブレーキは当然ハンドル、ハンドブレーキ、そして助手席とめっちゃ近いそうですね、信じられないぐらい近い、はい、こんな感じに。そして後ろ1個だけちょっとちっちゃめのドリンクホルダーが、はい、はい、ついております。あ、2個ついてます、はい、そしてあとは全体的な車内の印象でいくと狭い。狭いですね、まあ、車ちっちゃいのもありますけど、はい、めっちゃタイトっす。だ5ナンバー枠 の, そのボディサイズっていうのはもう納得っていう感じです、うん、だとピラーが信じられないぐらい細い。細いですよね、ここすごいですよ、ウィンドウとピラーの細さ。これだから今の車って結構ピラーこう取ってあって細く見えるってなるんですけど、はい、うん、実際どっから360度どっから見てもピラーが信じられないぐらい細い。そうですね、つい最近カメラマンとE30 ピラー細いっすよねなんて話したんですけど、はい、なんかそれと通じる年代的にもあります。そしてあと上に行くと、あ、外れておりました、失礼しました、はい、上に行くとこのビニールのタイプのバイザー、はい、一応ミラーもついております。こっちもミラーがついてるのかな、はい、でっかい、なんか車のサイズとバイザーのサイズが合ってないぐらい、はい、はい、大きいバイザーと、よいしょ、大きいバイザーと、あとは今回の車はサンルーフが、はい、これ中レザー張りなんですね、はい、ついております。
これちょっと開けてみましょうか。開けるのどうやって開けるの。これサンルーフがすっごい分かりにくいですけど、ここにスイッチがあります。あ、これなんだ、はい、それのそうです、奥側が確か開くだったので。後付けみたいじゃん、はい、こちらが付いてると、はい、でもちろんこちらもイグニッションオンにしないと開かないかもしれないです、はい、ちょっとじゃあキーオンにして、はい、あのキーも、はい、あのくぼんでたりしないんでちゃんと確認しないと刺せない、はい、穴に刺さないと、はい、そして開けます。こっちか、あの思ってた方向と違う、はい、そうなんですよ、はい、スイッチ逆操作でこんな感じで、はいはい、サンルーフも開けます。これ年本の音かな。あ、多分そうです、はい、すごい音するね、はい、こんな感じになっております。そして後ろちょっと乗らないですけど、後ろはあの現代の911よりかももう超タイト、はい、これ乗れないですよ。人は乗れないと思います。スペース的なものもそうですけど、この高さがすごい低く感じます。なんでまあ使い勝手に関しては、まあ、今までのものとあまり変わりないのかなって感じしますけど、後ろのコンディションも割といい気がします、はいはい、こんな感じになっております。あとはちょっと一回閉めていいですか。ちょっとここは最高です、はい、このミラーから見えるリアのフェンダー、はい、これちょっとまっすぐバックできないですね。まっすぐ大変ですよ、本当に慣れが必要だと思います。ただこれちょっとあのミラー見ただけでニヤニヤしちゃうぐらい、はい、ミラーのこのフェンダーラインお分かりいただけますでしょうか。もうドヤ顔できるこのフェンダーです、ね、これいいね、はい、ちょっとあのこの内装の GoPro の映像で少しでも雰囲気が伝わればいいかなと思います、はい、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて、はい、注目のエンジンルームを見てください、はい、開けるのはおなじみのあのドア開けたところ。そうです、ドア開けたヒンジの上の部分ですかね。ただ今時の車みたいにボコってなったりとかカチャってなったりしないんです、はい、しないです、まあ、このウィングがついてる影響もあるんで、はい、まあ、ちょっと音はしないんですけど、はい、一回引いてもらって上げてもらえば開かんですね、はい、でこれも全部ファイバー製ですよね。ファイバーですね、はい、ちょっとリアウィングが大きいので重さで落ちてきちゃうと思うんで。なるほど、でも一応上げたらロックされる機構にはなってる、なってるはずです。手を離すと、ああなるほどなるほど、はい、ちょっと大きすぎるんで、はいはい、そして今回の車は車外のインタークーラー、はい、でかすぎやしませんか。でかいですよね。これも当時物というかですよね、はいはい、こちらが装着されるで、一応スペック的なものちょっとあのブーコンもついてますし、はい、インタークーラーも大型化されてるんで、はい、あくまで純正スペックですけれども、一応408馬力、はい、トルクの方が54キロということで、はい、あのこの年式からしたら信じられない、うん、馬力とトルクが出てるんじゃないかな、はい、そうです。車重も4駆とはいえと軽い方なので、はい、なんでちょっと気になる走りの方はちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、であとは、一応もうこれ同じ目ですけど最後の空冷ユニット、はい、M14 あ、ごめんなさい、ごめんなさい、最後の空冷ユニット M64 60型っても言われたりするんですかね、はい、この辺もちょっと詳しい方いたら補足でコメントいただきたいんですけど、はい、もう言わずと知れたエンジンということで、はい、これが結構あの革新的ないろいろもう最後の最後空冷のまま水冷と戦うためのエンジンですから、ね、はい、はい、いろんなものが装着されているということで、で先代の964を踏襲しながら、まあ、パワーアップして、はい、後期からですか。この辺もちょっと資料いろいろ見たんですけど分からなかったんですけど、ラッシュアジャスター、はい、要はバルブクリアランスの調整機構なんかも、排気側備わってたりとか、はい、まあ、いろいろメカニズム的なものを進化させて、はい、搭載されているエンジンということで、はい、であとは一応このインタークーラー、まあ、車外で大型化されてますけど純正でも結構大きいですよね、はい、純正もまあサイズ的にはそんなに変わらないとは思います。あのこれどうしても車外なんで今アルミのこうシルバーのインタークーラーなんで結構迫力感じると思うんですけども、大きさ的にはそこまで大きくは変わらないと思います。だってボディから出ちゃってるじゃないですかこれ横から見るとすごいですよねそして整備性もなんか純正でも相当悪いということで、はい、あのフィラーキャップを開けるのもなんかかなり大変そうです。はい、なんでまあこの辺はちょっとあの、まあ、慣れっていうよりかはもうちょっとそのノウハウ、はい、経験がかなり必要なところではあると思うんですけど、はい、逆に空冷エンジンってそのオイル漏れだったりだとかいろいろありますけれども、うん、まあ、年式的にもそうです、はい、ただあのあんまりこう複雑な構造っていうのが今みたいにないじゃないですか、うん、はい、もう冷却水があっていろんなセンサーがついてっていうのがないんで、はい、まあ、この辺ちょっと長くも乗れますし、はい、またもういろんなノウハウが世界中に好きな人いますから、うん、まあ、パーツもしっかりだし、そうですね、まあ、ノウハウもあるんで、はい、まあ、本当に好きな方はここから始めていっていただいて、はい、まあ、大切にしていただきたいエンジンかなと思います、はい、そうですね。
続いてボンネット側のトランク見てみたいと思います、はい、これボンネットの形も良くないですか。そうですよ、隣にちょうど992あるんですけど。そうなんですよ、992でこうカクカクっとしましたねって、はい、撮ったじゃないですか。どこのプレスラインとまさにオリジナルの、はいはい、こちらちょっと開けてみたいと思います。はい、これがですね、失礼しました。よいしょ。これもうボンネット側もカーペット引いただけじゃないですか。そうですね、パーツになってない、はい、布をバサッてかぶせただけで、はい、で容量はあの深さこそはないですけど、はい、あの今時の、うん、まあ、ポルシェ良いかも、はい、全然こう横幅だったりとかってのある印象がありますけど。そうですね、パッと見なんかそんな感じはしますけど、ただあの使い勝手はほぼ変わらないかな、はい、で深さがない分ちょっとスーツケースだったりとか、はいはい、その辺はちょっと難しいのかな、うん、あとこのカーペット引いてあるだけですから、ちょっとこの辺軽くまくったりもできますけど、はい、やっぱり色はオリジナルのカラー、はい、こんな感じで。これもないですからね。ないですね。新車でこれ出てきたらびっくりしますよね、はい、こんな感じ。そしてフードも骨組みないんですね。本当鉄板っていう感じの。本当に鉄板、はい、今こうバッテンになってたりとかいろいろ骨組みありますけど、もう枠にしか骨組みがない、はい、で非常に綺麗なトランクになっております、はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、かけ直して。かけ直あ、え、なんかクラッチ、あれすげえ軽くなったよ。多分乗ると。あ、エンジンかけるとあれか。はい、油圧だからってことか。あ、そういうことか、はい。失礼しました。内装紹介で。これ、笑われちゃうね。クーレー乗ってる人からすると。それエンジンかけねえからだよっていう。そう、あ、そういうことか。油圧系が多いので。え、めっちゃいい。めっちゃいいって感じるのは一部の方かもしれないけど。そうですね。これいいね。暖気も完了してるということで、はい、レスポンスは、え、良くない？はい、すごくいいです。いや、正直ちょっとこの年式だからもうちょっと重たいレスポンスを想像してたけど、え、めっちゃレスポンスいいよ、はい、乗り出すとすごいね。で、なんかもう改めて思ったけど、なんかちゃんとこのアナログの計器類を見て、はい、なんか車のコンディションを確認してから発進するのってやっぱりいいなって。いいですね。今の車ってもう暖気必要ないじゃん。ないですね。基本的に暖気運転ノロノロ走り出して、はい、何だったら別に全開に出しても別に問題ないし、はい、なんかこの車と会話しながらなんか動かす感じ、うん、はい、え、ミートポイントすげえ遠いよ。あの結構手前に来ないと。ああ、そういうことか、はい、ああなるほど。一回でも分かると多分分かりやすいと思います。ここか。ハンドルは重いです、はい、そしてブレーキは効かないです。あ、効かないっていうちょっと表現あれだけど、あの踏んだら踏んだ分っていう感じですね、うん、結構ペダルタッチ硬いと思うんですけど、うんうんうん、グググッと踏んでいくと今時の車と感覚だいぶ違うね。はい、ペダルのなんかその踏んだ感じもそうだし、うん、ただ池田君曰く結構乗りやすいっていう。びっくりする。あのこの見た目とは本当にギャップがあると思います。そうなんだ。はい、見た目はもうこのままサーキット走っちゃいそうな感じですけど、すっごい乗りづらそうなのを今イメージしています、はい、目立つな。これはすごいですよ。めっちゃ目立つね。いや、こんな感じですね。ものすごくこう、ちょっとこのタイトささ、
なんか本当にポルシェを着るって言った人、はい、すごいまとえてなって、うわ、うん、クラッチ乗り、ね、乗りづらあ、まあ走り出しちゃえばクラッチのミートポイント別に、はい、そうなんですよ。 あとブレーキ結構ギュッて踏まないとだね。そうです、ギュッて踏まないです。あー、こういう感じなんだ、はい、ドキドキけどすっごく車を感じる。そうですよね、うん、なんかその鼓動感もそうだし、なんかいろいろメカが動いてるのがすごく、これ燃費の音すごいね、はい、ブイーンって。そっか、燃料タンク前だからここで落としてるんだ、はい、そうなんですよ。そういうことか、はい、不思議ですね。ああ、そういうことか。うわ、やばいこれ、これやばいすごいこれ。あ、でも本当にね、構えてたよりかは乗りづらさない。そうですよね。で、意外とそんな跳ねなくないですか、車も。すげえ乗り心地いい、はい、乗り心地めっちゃいいですよ。このどでかいウィングついて、いかにも走るぞっていう見た目とは本当にギャップがあって。そうだね、はい、まあ、もちろんその今時のコンフォートなセダンとかに比べたら、はい、そのスポーティーな乗り味だけど、全然足がしっかりこう動いてストロークしてるの分かります、ね、そうだね。そしてシフトすごい、これ。はい、シフトいいですよね。スコスコ入る、はい、もちろん確かにストローク量は長いですけど、これ楽しいよ、はい、全然乗りこなせてないんだけど、はい、どうにかしてちょっと乗りこなしたいと思うそうですよね、うん、まあ細かいこと言うと、やっぱこのロードノイズ含め、あとダッシュのこの辺りのビビリ音がちょこっとするじゃないですか。するするする。もうでもこれもなんか全部受け入れられる。そうだね、はい、感じなんですよね。これすごいで、思ってたより全然乗りやすい。はい、ハンドルの大きさはやっぱり感じる。そうですね、だとこうオフセットしてるのがすごく感じる、はい、けど決して乗りづらくない。うん、でやっぱオーバーフェンダーがすごいんですけど、やっぱその分車側自体がもともとコンパクトじゃないですか、うんうんうん、意外と気にならないんですよ ね。 そうだね、車幅とかも。これマジサイドミラーニヤッとしちゃうね。サイドミラーやばいですよね。やばい、このフェンダーです。見えるかな。これすげえ、トルクの出方もすっげえ素直。はい、そうですね。いや、もっとなんかドッカンで、うん、こう下スカスカで、はい、っていうのを想像してたけど、意外とそんなことないですよね。あとね、マフラーの音もなんか、なんて言うんだろうな、すっごいナチュラル。そうですよね、ちょうどよくないですか、音量も大きすぎずで、うんうん、これ残念ながら本物は乗ったことないんで、はい、比較もできないけど、すっごくいい。すごくいいですよね。すごくいい。味があって乗りやすくて見た目かっこよくて、ただ一般の方には全くおすすめできないそうですねエリーゼの動画にコメントいただいたんですけど、はい、この乗ってる人のいいよいいよを信じて買うとひどい目に遭うっていうだから同じ匂いは当然古い車だし、はい、やっぱりこうストレスフリーで乗れるかっていうと、うん、そうじゃないと思うけど、はい、これね、好きな人はちょっと一回体験しておいた方がいいかもしれない。そうですね、うん、でもこれから分かったのが、いじっててもこれだけまだまあ、乗りやすさもあるっていうところで、オリジナルとかって本当にすごく乗りやすいんだろうなって思いましたね。でもっと多分本当に何ていうんですか、乗り味ももうちょっとこう、うん、質の高いというか、うんうんうん、洗練されてるのかなっていう感じはしますね。すっごくいい意味で、はい、運転になんかその緊張感っていうわけじゃないけど、うん、なんか本当に車と対話しながら乗ってる感がすっごくある。あ、そうですね、うん、調子どうなんだろうなとか、その足どういうふうに動いてんだろうなとか、うん、そうなんですよ。なんか今の車ってこうフィードバックがほとんどないじゃん。はい、うん、だからすっごく運転楽なんだけど、だから決してこれ多分長距離に乗るのは楽、うん、その今の車に比べたら楽じゃないんだろうけど、なんかね、適度な、この適度なっていうか、そのすごくこうフィードバックがドライバーにある、はい、これ本当になんか楽しい。またね、フェラーリのすっごい気持ちよくなる官能的なのと違って、はい、なんか本当に車を動かしてるんだなっていう、うん、車ってこうなんだなっていう。そうですよね、基本をすごく、これ燃費の音すごいね、はい、ちなみに今ブーコンハイブースね、この
切り替えました。あ、今、はい、ちょっとレスポンス変わると思います。なるほど、ちょっとだけじゃあダッシュを。あとステアリングの重さはそのごくごく低速時は多少気になるけど、はい、全然乗り出しちゃうと全然乗り出せます。トルクある。はい、しっかりしてんな車。うん、意外と本当そうですよね。うん、あとステアリングの何だろう、クイックさは、はい、この辺ってすごくこう緩いんだけど、うん、途中からグググって車が曲がっていく感じ、ね、接地感はしっかりありますよね、うん、手応えは。速い、聞こえました、速い、タービンのキュイーンっていう音が。これブーストかかると速いね。速いです、車がやっぱ軽いんで。軽い、はい、本当に飛ぶように走るね。四駆で1500キロぐらいですよね。だから3000ぐらいからブーストが立ち上がり始めて、はい、速い速いすごいですよね。ターボ乗ってんなって感じ。そうです、本当ターボ車って感じですね。これすごいね、後ろから聞こえるこの吸気と、ね、そうです、タービンの回る音と。本当にタービンが回ってる音だね、はい、ヒュイーンっていう。いや、いいですよね、これすごいな。ポルシェすごいね。すごいです、本当に。国産ももちろん残ってるんですけど、うん、でも結構フラットに乗れちゃう車ですね。多分だけど同年代のまあ、国産ターボ車とか、はい、あの辺の方がよっぽど乗りやすいんだろうけど、うん、馴染みもあるし、はい、これすっげえ味ある。味ありますよね。ありがたいことに僕前職で国産 GT カーというかそのスポーツカーをすごく触らせていただく職業で、はい、一通り乗らせてもらったんですよ、はい、もうそれこそ、まあ、GTR はもう323334全部乗らせてもらったし、うん、NSX とか、はい、FD とか FC も、はいはい、いろいろ乗らせてもらったんで、うわクラッチがやっぱりあれだな慣れないです。あっちの方がよっぽど乗りやすい。ああそうですね、うん、だからこの独特ななんていうんだろうな、世界観というか、うんうん、もちろんその癖でもあるんだろうけど、うん、これはね楽しいよ。楽しいですね、うん、そしてこの本当に見た目とのギャップにびっくりした。そうですね、あとやっぱ空冷のこのエンジン音ですよね。これ今だけだね。今だけですね、また6気筒なんで音綺麗ですよね。揃ってる、はい、本当に綺麗で。あれこの方で盗聴になったんだよね。はい、そうです、うん、マフラーがちょうど左右2本なしですなんで、そのターボでリアフェンダー広げた結果、はい、まあ、足回り の, そのマルチリンクのスペースが確保できたのと、はい、まあ、あとはその、まあ、駅マニの自由度が上がって、はい、盗聴になったって。そうです、音綺麗なんですよ。でスバルもそうだけど、不盗聴だとバラバラの、はい、バラバラしたちょっと粒が揃ってない、はい、まあ、あれもあれですごく味があるんだけど、うん、あれとちょっと違う。そうですね、あとこの音がすっげえ、やっぱりですよね。水冷の日じゃない、ね、本当にもうずっとこれ動画紹介したかった車でして、これはすごいよ。ボンド初じゃないですか、空冷ポルシェ。そうだね、車両冷そうだね、はい、それがいきなりこのターボベースの GT2 ルック、過激な。結構お客様で古いの乗られてる方が多いですけど、はい、なかなか取り扱いさせていただいたりとか、うん、そうですね、まあ、あとはその販売させていただいたり、僕らが乗るなんていう機会はあんまりないですからね、はい、だからもうね、もっと知りたくなった。そうですね、うん、まあ、これ実は本当下調べしてても、多分土屋さんも思ったと思うんですけど、いろんなこう書籍がある中で、うん、書いてることがやっぱ微妙に数字が違ったりとか、いろいろやっぱあるじゃないですか、うん、何が正しいかっていうのが本当にはっきりとは。そうだね、うん、調べるの難しかったんですけど、だってもうこの時代インターネットとかほぼないわけじゃん、はい、だからもうネットで検索しても出てこない。出てこないですよね、うん、土川さんも言ってたけど、名古屋店の店長、はい、ポルシェって乗るとその前どうなったのか知りたくなるよね。うん、ちょっとすっごい勉強になった今回。なりますね。あ、ここから今のあの乗り味とかフィーリングとか車作りにつながってんだなっていう。これね、ファンがいるのは分かる。そうです、うん、世界中にファンがいるのは分かる、はい、これは本当にそうなんですよ。あとね、やっぱり世界中にファンがいるといろいろ心強いよね、うん、うん、だ
だって某その国産バイク、はい、あ某じゃなくていいな、あの川崎の Z っていう、うん、まあ、それもすっごい世界中からファンがいる、まあ、湾岸ミッドナイトでもそんなネタが出てきたけど、はい、やっぱりこう世界中から愛されてる車って、あの、まあ、パーツもあるし、はい、ノウハウもあるし、うん、まあ、その好きな人たちのコミュニティもあるし、うんうん、長く愛せるっていう。そうですね、この辺はね、だってね、だって驚異の車両の残ってる率というか。そうですね、だって993、まあ、そのグレード関係なく、うん、今日朝某中古車サイト見たら70何台出てる、はい、そうです、90年代のこの車で、ね、この価格の車が70台まだ市場に販売中の、まあ、持ってる方入れたらもっと残ってるっていうのは、はい、本当に驚異的。もう25年前の車ですからね。でもそう考えたら25年前当時の車がこれですごい完成度だな。すごいね、すごいね。いやーすごかった。はい、いやマジいいねこれ。これマジでいいです、はい、わ助手席結構タイトなね、はい、足元。これちなみにシート座面一番今後ろです。あ、そうなんだ、はい、なんで今の車がどれだけ広くなってるかっていうのが分かりますね。奥行き全然ない。そうなんですよ、もう僕のこの短い足でもちょっとかがめないと。そうなんですよ。うわこれ助手席やばい遊園地の乗り物みたい。これトルクあるよね、しかも、ね、トルクあります、はい、ね、だミートポイントだけ分かれば、はい、別になんかこう全然トルク細くて吹かさないと前出れないっていう感じが。これいいな、これ外からもめっちゃかっこいいですよ。かっこいいよね、マジでかっこいいですよ。ちょっとじゃあ今回は走行多めで、はい、はい、この音がウィーンってね。あとこれ、リアってフェンダーももちろんすごいじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱGT2 のウィングと、うんうん、あとカレラ RS もそうなんですけど、ウィングのとこのダクトあるじゃないですか、うんうんうん、あれもかっこいいですよね。かっこいいね、今時あんま見ない。すげえ、これ993ってさ、だから冷静に考えたらものすごいこう変化の車というか節目の車でもあり、はい、964ともまた違うし、うん、996でもうガラッと変えちゃうわけじゃん、はい、まあ、水冷にもなったしボディも大きくなったし、うん、車の作りも全然変わって、でやっぱりなんかこういう節目の車ってすごく魅力あるし、まあ、もちろんその安定して作ってる時代の車もすごくいいんだけど、はい、だ結構 GTR も32が何十年ぶり の GTR だからすごく気合入って作られてたとかっていうのもあったりとか、はい、あとワイパーのね、このツインブレードのね、そうそう、ツインでもちょっと一瞬一本かなと思っちゃうぐらいのあとねこの視界の良さびっくりした、はい、ピラー細いのもあるけどこのフロントガラスがすごく高く感じる。そうですね、うん、であとはもう何よりダッシュボードが短いので。そうだね、ゲレンデぐらいじゃない先代のそうですね、そんな感じだよね。もうすぐフロントウィンドウがあるっていう。これだから決してメインカーにならないし、はい、多分これ買って帰ったら家族にもう反対される方が多分 99.9% だろうなっていう感じはするけど、はい、もう余裕があるんであればちょっとここはね、うん、所有したり体験したりとかっていうのを。そうですね、もうぜひおすすめしたい。やっぱ未だに、まあ一時こう少し中古車価格相場がクーレポルシェがガーッと上がったじゃないですか、あそこから未だにやっぱ人気が落ちてない理由もやっぱ分かるなっていう。本当に車としての素がすごくいいものを持ってるので、個性的、はい、やっぱり車ってこれかなってちょっと思った。うん、今の本当に何でも至れり尽くせりで何も気にしないで、もう間もなく運転すらさせてもらえないかもしれない、させてもらえないのがもう本当にすぐそこまで来てるじゃん、はい、だってメルセデス その最初にも言ったレベル3って、はい、そのまあ、限定的な場所 で、はい、で限定的な環境でだけど、もう何もしなくていいわけじゃん、ね、レベル3って、はい、完全自動運転ですよね。だからもう本当に僕の考えた未来の車っていうのがもう間もなくすぐそこまで来てる中、はい、この本当にアナログの塊、そうなんですよ、うん、本当に必要最低限のその装備、ミラーもこれあれですよね、今の車から見たら小さいですよね、やっぱり小さい小さい小さい、
とね、あの今時の車のちょっとあの見方も変わりそう。はい、うん、やっぱりお客様で もう本当にこの辺までやっぱ戻って探される方も増えてきている印象なので、逆にやっぱりまあこう扱うことでその良さも伝えられたらなとは思うので、これ本当になんかエンジンを感じれるね。そうですね、音もそうだしさ、もちろんあの自動ブリッピングなんか当然ないので、こんな感じです。うわすごいですね。すごい、あのいつも俺なんかすごくいいこう車と一体感になれて走れる車、はい、疾走感のある車ってバイクみたいですねって言うんだけど、はい、全く違う、これ全く違う、全くバイク感ない。そうですね、車です。ここから進化してったんだなっていう車、だからむしろ今回こう99さん乗せてもらって、うん、あの964、930がすっごく興味出てきた。ああ、そうですね、964もあの以前実は東京店は在庫としてあったんですけども、即、まあ、売れというか、やっぱり売れてしまって動画紹介できるちょっとタイミング逃してしまって、それもあって今回もうこれはぜひともという、はい、感じで、ちょっとあの一通り乗って自分が一番こうしっくりくるやつ見つけたい。そうですね、すごく贅沢なあれですけど、ただ僕も、930、うんは実はやっぱまだ930だとその前のナローとかはまだ乗ったことがないです。930はねちょっとだけ本当10メートルぐらいはね動かさせてもらったことあるんだよね。もっとよりそうだ、走り出してみたいと思った。そうですよね、個性と味が強いと言いますか、あの今だからその、まあ、特にバブルの時、グレーバブルの時言われてちょっとその、まあ、車両の価値より高すぎるとかっていう評価もあって、はい、まあ、それはまあ結構その市場が決めることだから何とも言えないけど、はい、これの魅力ってもうじゃあそのバブル終わったらどうなんですかってしばらくないんじゃないかなって勝手に思う。本当そうですよね。あとは僕はうわ早いし早く感じるし、はい、車との一体感がすごい。ブーストかかってからがすごいですね。そうだね、蹴り出し感というかトルクが本当にすごいです。本当にリアを蹴っ飛ばして蹴っ飛ばしてって感じだね、はい、今のやっぱりターボ車よりもその本当に低回転2000回転とかから例えばブーストが効いてあの最大出力が出るかっていうとそういう感じではないんですけども、でもしっかりこうブーストがかかってからはやっぱりターボ車っていう感じですよね。しかも今の車ってターボってちょっと音が残念みたいにこう言われることはあるけど、はい、空冷のこのメカノイズとこう混ざったこの排気音、はい、これ味あるね。いやいいですよね、これはもうやっぱハマっちゃう人はハマっちゃうというか、やっぱ空冷探してる人の理由がやっぱこういうとこなんだろうなっていう。ちょっともう一回あの空冷 NA も聞いてみたい。あ、そうですね、確かに本当にね興味が止まらなくなるね、この。いやいいですよね、共感してくれる人がどれだけいるのかちょっと不安なところもある。はい、はい、僕も空冷ポルシェってすごいやっぱ好きで、昔から本当に930ターボとかあのそれこそもっと言うと73 の, あの彼ら、はい、RS とかあの辺もずっと好きなんですけど、993のこの GT2、まあ、これ今ルックですけど GT2 の存在をした時にドミシャでしたねこれかっこいいと思って、なんで今回すごい嬉しくて、だからもうむちゃくちゃレースでむちゃくちゃやってた時代、まあ、ポルシェに限らずの車だよね。そうですね、はい、もうホモロゲってそのレースの企画にあの適合させるために、はい、半ば無理くりこうそうなんですよ、なんかその生産台数、市販車の生産台数がある程度満たさないとそのレースのベースとして使えない、はい、そうです、だからそれを逆手にとってもうほぼレース仕様の車をもう市販車っていう風に歌って、はい、でそれをベースに、はい、まあ、その分やっぱ数は作れないですけども、うんうんうん、だからもう主軸がレースにある車、はい、GT2 が。そうですね、まあ、でも今と変わらないですよね、ターボベースで軽量化とそういうところを徹底してやってるモデルが GT2 なので、ちょっともう一回ねポルシェミュージアム行ってみたいいですね、これ
その、うん、そうなんです。きしみ音もするし、はい、ノイズも聞こえるし、うん、タイヤのゴツゴツ感も感じるけど、はい、外から見るよりかはもう全然動ち、うん、これでもう本当にピョコピョコが跳ねて、全然乗れたもんじゃないってなっちゃうと、嫌になっちゃったりもあると思うんですけど、全然これだったら本当に。そうだね、はい、だまあ人によるかもしれないけど、まあ、ある程度こう日常的にも乗れる気はする。そうですね、はい、うん、ただいかんせん古い車だから、まあ、日頃のメンテナンスだったりとか、はい、まあ、調子の確認っていうのは、まあ、もちろん必要だと思う、はい、それも思ってたことじゃないかな。これ系のちょっと変わりだね、はい、いや変わりだね、楽しいよいやもう普通っていうか、そのなんていうの、オールラウンダーもいいんだけど、はい、やっぱり車好きって自分でも思ってるから、うん、いろんな車やっぱり乗ってみたいし、個性的な車ってやっぱりワクワクするし、いいですよね。あとはね、993、まあ、996とかもなんかじわじわマニュアルとか値段上がってるらしいんだけどね、はい、それもブラバス行かせてもらった時に、まあ、その担当の人が言ってたんだけど、はい、結局クラシックカーって世代が移行していくんだって。あー、なるほど、はい、結局憧れてたけど、まあ、当時は買えなかったよねっていう人が、まあお年を召して、はい、多少こう余裕が出てきた時に、じゃあ若い頃欲しかったその車を買おうっていうアクションがやっぱり多いんだって、はい、うん、そうですよね。そうだから、そのブラバスで言ったら、そのブラバスクラシックっていうその SL とか、はい、あの辺がまあとんでもない金額になって、あでそれでもこう市場のニーズ需要があって、はい、でなおかつその究極のものを求める人もやっぱり出てきてっていう、うん、だから多分ポルシェもだんだん移行してくるんだろうなっていう、うん、993、996、997で、また今このポルシェってすごく今すごく変化の時期に来て、はい、でつい最近ちょっと知人がアメリカにその旅行で行ってきてるんだけど、はい、タイカンのね走ってる率が半端ないって。ああ、やっぱもう EV になっちゃうんですね。そう、車確かにいいっすもんね。タイカンもすごくいい車。タイカン今めちゃくちゃ売れてんだってよ。あ、なんだっけな、マカンの次ぐらい売れてるんだけど。ああ、なるほど。そうで、ポルシェもいろいろその、まあ、次世代燃料とか、はい、まあ、いろいろ開発して、うん、どうにかその内燃機の生き残りの道もいろいろ模索してるらしいんだけど、はい、やっぱりその EV も考えたいとか、うん、そうですよね。だからまたここで一つの大きな変化がありそうな感じはする、うん、ステアリングもだからね、わかるわかるよそうなんですよ、今時の車みたいにもう持ってて勝手にやってくれるというか、うよりかはもうお分かりいただけますでしょうか、はい、もう少しこう修正だが、そうなんですよね、路面の必要な、そうちょっとの変化でも、ね、やっぱ拾いますね。だから今時の車の凄さも改めて再確認できるよね。そうですね。いや気持ちいい、これ音がいいですよね。そしてこの意外な乗りやすさとレスポンスのやつはびっくりした、はい、回転の吹き上がりがすごく気持ちいいですよね。でしかもこれ爆音、まあまあ、もちろん純正よりか音大きくなってるんだろうけど、爆音じゃないこの気持ちよさ。そうなんですよね、意外とこうジェントルな感じの音ですよね、うん、それってやっぱりこの空冷の乾いた音だったりだとか、はい、揃ってる音だったりだとか、うん、やっぱりマフラーその排気音だけじゃなくて、いろんなとこから出てくるその音って大事だなって、はい、そうですね。今の車じゃなかなかやっぱそういうのはもうなくなっちゃってますけど、ね、で特に今の車ってさ、そのマフラーの規制がどんどん厳しくなってって、まあ、マフラーの音もちっちゃくなってます、じゃあ代わりにスピーカーから音出しますとかさ、はい、マフラーの形して中にスピーカーが入ってるのを車の外につけますっていうのが結構アフターだったりするじゃん、はい、これってどうなんだろうなって、うん、うん、この辺のスイッチとかもこれこんなに引っ張る、ね、引っ張るタイプですよね。でもちろん作法が必要なわけよ本当に、はい、一つのそのスイッチの動きとかもそうだし、
ご丁寧にそのパワーウィンドウだって運転席助手席って書いてないし、決してこう扱いやすさもないし、車ってでもこうじゃない。そうですね、まあ趣味性は今となっては確かに強いですけど。そうだね、当時はこれでもすごく快適でさ、はい、まあポルシェのターボですからね、最高、911の最高峰ですよね、だったかもしれないけど、やっぱりいかに今便利になりすぎちゃったかっていうのを再確認 させられた。そうですね、いやでもいいなこれ。でもさ、これ俺らそのドンピシャじゃないリアルタイムじゃない世代のさ、はい、池田君とか僕がすごくいいなって思うじゃん、はい、これまた世代によって受け取り方だいぶ違うんだろうね。違うと思います。だ現役でこの車乗ったり見てきた人たちがまたここに帰ってきた時に、はい、すごく懐かしさを持ってこの車に乗ったりとか、はい、もしくはもう池田君より下の世代がこれを乗ったらさ、はい、またこれリアクションすごいだろうね。いやすごいと思います。マジっすか。でも俺僕も生まれて、僕92年式なんですよ、2年式なんで、3年後に出てきた車なので、でもやっぱ車が好きでやっぱいろいろこう古いモデルとか見てきた中で、やっぱりずっとこう憧れとしてあった車に実際こう触れると、あの全然やっぱり感動が違います。本当に、まあ、古き良きじゃないですけど、古くてもこれだけしっかり作られてる車があるんだっていう感動をさせられますね。実は僕免許取って一番最初は2番目に乗った車が95年式だった。あまさにこの車と同じ年式、はい、全然違うね。違いますよね。それ国産車だったけど、ちなみに EG6 年、なるほど。でもなんかペラペラなのにバイクみたいなエンジンだってめちゃめちゃ楽しかったけど。そうですよね。すごい、こんな低回転でもクラッチ踏まずに。そうだね、はい、まあ、坂で止まりたくないっていうだけだったんですけど、はい、止まっちゃいます。僕はこれ坂道発進できる自信がないです。ちょっとここの傾斜は境道アシストももちろんついてないということで、ついてないですね、はい、決定的瞬間を、うわ、いやすごく勉強になったし、はい、いい経験させてもらった今回は。そうなんですよ、すごくいい車です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、まあ、今回この動画でご紹介させていただきましたけれども、まあ、年式的にも仕様的にも、はい、まあ、検討されている方は要減車確認していただいて、はいはい、そうですね、納得していただければ、はい、あわよくばご購入いただけると、はい、ありがたい。車は最高なんで、ぜひ。車、はい、音めっちゃいいですね、はい、びっくりしたっす。めちゃくちゃ気持ちいいです。なんか頭の中ではこの水冷と空冷って、はい、やっぱりこうウォータージャケットがない代わりに、うん、こうエンジンから鳴る音っていいんだよなっていうイメージはもちろんあったんですけど、やっぱり生で聞くと全然違う、はい、この排気音プラスこうメカニカルノイズっていうか、はい、その爆発してる音がシリンダーから音が出てるっていうのが分かる、うん、そうですね、乾いた音、はい、これって今の車どんだけマフラー交換しようが何しようがこれちょっと再現できないな。ここまでは難しいと思います、うん、はい、でやっぱりオリジナルってなってくると、うん、もうまずこう車としてお目にかかることもないです、うん、そうですね、たまにあのオークションなんかで、うん、オークションって言ってもその車の方のオークションじゃなくて、はい、なんか世界的なオークションの方で出てきたりしますけど、はい、なんかもう億円、うん、そうですね、もう本当に精度いいともう億超えちゃったりっていう優に超えてくると思いますので、はい、割とそこから比べると、まあ、まだまだちょっと現実的な値段で乗れるかなと、はい、で今後絶対この辺っていうのはやっぱり少なくなってくるじゃないですか、はい、なのでぜひあの興味のある方、はい、一度見ていただいて、そうですね、はい、まあ、楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はポルシェ911ターボをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。